川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今日は第32回をお届けします。北川先生、よろしくお願いします。さあ、今日はおそらく8月15日配信の予定なんですが、8月15日といえば、まあ、お盆の時期でもあり、やはり終戦記念日だと思うんですけども、先生、何かこの時期思い当たることだったり、何かコメントありますか？8月15日ですか、はい、いやいっぱいありますね。ちょっと辛いことが多かったっていうか、ね、先生、でもあれですよね、まあ、別に年齢を隠してるわけじゃないですけど、終戦の時の記憶ってありますか？終戦の時の記憶はないですね。もう僕が、昭和19年だから、終戦の1年前だからそれはないですね。意識した時はもう昭和23年で、小学校5、6年の時はもう新しい時代に入っていく時、あの頃はね、なんて言いますかね、希望に満ちてたっていうか、新しい時代に入ったっていう感覚が、はい、まあ、私たち幼い頃の、ね、幼い人間にもこう感じられたぐらい、学校の先生や大人たちがなんか、そんなことを口にしてましたね。口にしてたっていうか、そういう新しい時代に入ったっていう、なんか伸び伸びしたとこがありましたね。それは後から振り返ってってことじゃなくて、その当時も実感してたんですね、進行形で。実際で。それとなんかね、もう一つ、今なって反省してるのは、今言われてる、はい、自虐、日本の自虐歴史みたいな、意識っていうかね、はい、日本人は悪いことしたっていう、学校の先生や大人の人たちがしょっちゅう言ってたけども、言われてたんですよね。今考えると、あれがかなり、マイナスの意識で、日本人は悪いこと、私たち日本人はこう、劣等民族みたいな意識を、植え付けられたのも事実ですね。はい。高校時代ぐらいになって、やっとそれが取れてきたのかなっていう感じで、ずっとなんか、ダメな民族みたいな、悪いことした民族みたいなことを、なんか、私、言い続けられましたね。アメリカ人は素晴らしくて、日本人は劣等で、アジアの人たちに苦しめた悪い人間っていう、こう、なんかそういうのがありましたね。今、反省してしまう。反省しないといけないなと思ってますけど。じゃあやっぱりその前の日本人が持ってたものをある意味抜き取られたみたいな部分は、うん、もう少し今誇り持っていいかなって今は思いますね。うん、まあこの終戦じゃなくてお盆の頃のあれを思うと、はい、もう少し私たち民族、日本人としての誇りを持っていいと思いますね。右翼とかそういうものではなくてね、日本人、民族としてなんか実際は素晴らしいんだって言いそう。はい。思っていいと思いますね。さあ、そんな、こう、8月15日の今日配信なんですけども、リスナーの方から質問をいただいていますので、今日は、ね、はい、そちらを取り上げたいと思います。うん、じゃあ早速読みますね。こんにちは。毎週人生を変える出会いが更新されるのを心待ちにしております。気持ちが波立つ時や、ちょっとしたトラブルがあった時など、何度もバックナンバーを聞き返し、学びと気づきをいただいています。さて、拙い内容で恐縮なのですが、先生の質問です。私の夫は普段はにこやかで面白いパートナーであり、子供たちにとっては優しい父親なのですが、時間や心の余裕がない中、私の不手際や間の悪さで自分の要求が通らなかった時、燃え盛る火のように怒り出します。私はただただ謝る。でも彼はますます怒りに燃えて弾丸のように自分のして欲しかったこと、ムカムカした気持ち、お前反省してないんじゃないかといった責める言葉を畳みかけてきて、私はどんどん萎縮して延々と話が続くという悪い循環にはまっていくことが多々あります。彼も怒りゆえに言い過ぎるところがあり、私自身傷つくことがあるのですが、それについては気持ちが静まった後あまり触れることがなく、なんだか素直になれない私もいます。また要望にうまく答えられなかった事情がある場合、それを分かってほしい気持ちが湧いてきて話し始めると、言い訳ばかりと聞く耳を持ってはくれません。先生のお話に、怒りと言い訳を人生から少しでも減らそうとあり、私も心からそうしたいと実践したく思っています。夫とこのようなトラブルがあったとき、いつも通りの悪循環に陥ることなく、冷静に怒りと言い訳のない話し合いをするにはどうしたらよいでしょうか。アドバイスをいただけたら幸いです。宮城県30代、ポッドキャストネーム、ティダさんからいただいています。ポッドキャストネーム、ティダさん。ティダさん、はい、こんにちは。
そうですね。なんか、まあ、方法はあると思うんですけど、はい、まず私が思うのは、食べ物が、を変えてみたらどうかと思うんですよね。食べ物で聞くか。はい、まず、食べ物を、野菜系とか、体、気持ちが収まるようなものを食べてるか、お肉系とか、脂っこいものを食べてるか、によってかなり違ってくるっていうのもあります。で、ちょっとこの話をすると、ある私の友人の大野さんっていう方が、美容師さんをされてるんですけども、はい、そこにお母さんが、小学校5年の女の子と、小学校1年ぐらいの男の子をいつも連れてきてたんですけども、小学校5年の女の子が、とてもこう、泣き叫んだり、ちょっと叱ると大騒ぎするっていうかね、切れるとかね、うん、ずっと切れ続けるっていう子がいたんですけども、その子に、の食べ物を聞いてみたら、朝ですね、ハムが大好き。からバターが大好き。パンが大好き。卵が大好きって言いますかね。で、必ずそれを全部なんていうか、パンっていうかね、それに挟み込んで食べないと出ていかないっていうか、その上、なんか好きなのは、なんて言いますかね、蜂蜜を塗ったりとかまたするらしいんですよね。はい、そうすると安心してこう出かけるっていうのがずっとついてるっていうんですね。で、まあ、もう一つの男の子の方は、こう、なんか、ご飯物が好きで、お味噌汁と、なんか、ご飯物とお漬物が好きっていう、おとなしい子なんですよね。はい。一緒に来てても。で、もうその時に相談を受けて、こう、一度、食事を無理やりでもいいから、学校に行く前の食事を、パンとハムとソーセージと、それから、バターと肉、ね、そういうものを、こう、蜂蜜をやめて、弟と一緒に無理やり、和食に切り替えたらどうですかって言ったら、そんなもので変わるはずないでしょうって言ってたんだけども、まあ試しにやってみたら、10日間って約束だったんだけど、1週間目に電話かかってきて、びっくりしました。はい、今朝から、何も起こらずに行くようになって、あれから全然怒りを見せてないんですよって、食べ物ってこんなにイライラを取ってくれるんですねっていうのがありました。先生おっしゃってるように、その怒る怒りの感情っていうのは、やっぱりそれは起因してる部分はあるでしょうね、やっぱり。食べ物に。うん。で、まあ、もう一つは、子供の、この、この前、ご主人の前だからなかなか難しいかもわかりませんけれども、はい、まあ、子供の前は怒りっぽい子供は走らせると、治っていくってなる。走らせると治る。うん。僕らは、小学校の時とか中学校の時によく先生から、怒りっぽい子は、ランニングさせられてたんですけども、そうすると消えるんですよね。はい、筋肉っていうのは、そう、イライラを食べるんですよ。あで、筋肉っていうのは、すごい、そう、頭を良くする、なんて言いますか、物質も出るみたいでですね。で、気力っていうのも、筋肉質の人ほど気力っていうのは高いような気がしますね。3番目としてはですね、まあ、それは子供に対するあれなんですけども、はい、やはりご主人に対しては僕思うのは、光を送るって言いますかね、ずっとも教えたと思うんですけども、はい、怒りっぽい人、怒ってる時にこう、まあ、左手でわからないように相手の方にピンク色の左回りの光を、ピンク色かブルーの光を送ってあげると結構収まることがありますね。ちょっと、その席が離れて、ちょっとトイレにこもってでもいいんですし、うん、なんか、ちょっと離れて、その人の心に向かって、左手でぐるぐるって ブルーの光がいいかな、やっぱり。それを送って、あなたが、こう、怒りが収まりますようにって祈ると、結構これは効果ありますね。そうですね。それは本人の前じゃなくてもいい、ね、本人の前でやると、お前何してんだか、俺に魔術かけるんかとか言われるか。実は机の下で言うと、まあ、そんな余裕もないでしょうね、その方。ないでしょうね。だから、まあ練習して、ちょっと離れて、あれするとか、まあ、ご主人が今日怒りっぽくなる日、今日、はい、という時は、それを、前もって、ご主人が、に向かってやってると、これは効果ありますね。離れててもね、はい、会社にいる時でもそれやると、とても効果あります。これはおそらく聞いていらっしゃる方、されると、びっくりするほどの効果ありますね。はい、じゃあ、その光、
うん。で、あなたにこう、笑顔が戻りますよねと、優しくなりますよねとか、はい、あなたの笑顔が大好きですっていう、あ、その言葉がいいですね。あなたの笑顔が大好きですっていう。で、私も笑顔と優しさに、優しさをあなたにあげますって言いながら、こう、ピンク色の光、ブル色光か、ブルーの光を上げてると、これは効果あると思いますね。そんなに時間かからなくて。でも先生おっしゃってたように、ね、これまで光の回の話でもありましたし、先日瞑想の回もありまして、そのピンク色の話なんかもありましたけど、やっぱ不思議なことにその時、まあその人のこと嫌いというか好きになれなかったりしても、それを繰り返してると、やっぱり変わってきますよね。そうです。自分に対する反発、向こうがやり投げると、こっちも知らず知らずのうちに槍を投げてるんですね。黙っててもね。うん、だからまたその見えない槍に向かって向こうが怒るっていうことが、まあその敏感な体質の欲しいんだと思うんですね。はい、こうで、謝ることができないっていうかね、こう、小さい時から。はい、で、この謝ることができないっていう書いてあるのを見ると、あ、おそらくお母さんかお父さんかによって、こう、まあ、傷つけられたっていうかね、ご主人が。はい、あ、ご主人が。はい。だから、まあ、そういうかわいそうなあトラウマもあるのではないかなと思いますね。うん、なんか聞いてくれなかったっていうかね、うん、お父さんお母さんから一方的にこう命令されて、このごし、この旦那さんの、言い訳や、意見を全く受け入れてくれな、はい、くれなくて、押し付けられたっていうトラウマもあるかもわかりませんね。うん、いつか、それを理解してあげると、終わった後ごめんねって言い合うことができるかもありません。うん、私が昔よくやってたのは、何があっても、私も喧嘩するとか争うっていうのはとても嫌いで、まあ、よく一番上の子供と喧嘩した時に、ああ、また喧嘩してしまったって、随分若い頃のことなんですけども、はい。その時にこう、どっちが先に謝るかなっていつもこう、思ってたんですけど、いつも先にこう、息子から謝られたことがあって、まあ、負けずに自分から、いつもこう、お前が悪いっていう思ってる部分があってね。お前のが先に悪いことしたみたいな感じはしてたけど、自分から謝るっていうのをやってたら、だんだん、なんか息子が先に謝るようになってきましたね。お父さんに先に謝ったのは悪いと思ったのか、あ、俺がごめんね、さっき怒って本当にカットしてすまなかった。ちょっとお前の言い分を無視して許しておくれって軽く言うだけなんですけどね。それだけで、バッと打ち解けることがありましたね。やっぱり自分からってのは大事ですよね。うん。自分から、奥さんからでもいいかな。まあ、ムカムカしててもいいかな。こんちきしようと思いながらでも、ごめんねって言ってると、向こうが収まるっていうのが、こう、三つ目だと思うんですね。うん、はい。でもなんか今の話伺ってて、その自分から謝るっていうのも、ね、難しいんですけど、最近僕も結構、ね、でも先生のこの番組で教えていただいたことで、第28回で脳は嘘を作ってあったじゃないですか。うんうん、今までであれば、自分から謝るなんて俺は悪くないのみたいな感じで謝んなかったんですけど、でもその教えを聞いてから、待てよ、これも脳が嘘をついてるっていうことで、うん、やめてやっぱ自分から謝るようになったみたいな。なんか次、やっぱ一歩立ち止まって考えられると違いますよね。その、多分喧嘩してる内容って本当ごく内容、大したことないと思うんですよ。後からね、振り返ると本当くだらないって言ったら怒られますけど。感情のが先立ってるから脳がそれを覚えてしまうとね、こう、なんか自分を守ろうとするんですよね。はい、でも本当は大したことないんですよね。だから、まあ、練習として脳を騙すんじゃないんだけど、はい、うん、相手が理不尽ってすぐ脳がこう、理屈っぽく、もう、あんたが悪いんじゃないのっていう理屈を持ってくる、はい、くるけれども、いや、私から謝ってみようっていうか、ね、相手が理不尽だと思っても、私から謝ってみようってやってると、向こう側が、うん、いや、俺が悪かったっていう日は、必ず来ると思いますね。そうですよね。まあ、この方も苦しんでらっしゃると思うんですけど、やっぱり、なんだか素直になれない私もいますって一言書いてらっしゃる部分もあるので、まあ、ご自身でも何か変えられればまた違ってきそうですよね、自分から。そうですよ。まあ、もう一つの方、いくつも方法あるんですけどね。まあ、前、早川さんに教えてあげた、手紙を書いて神の座に預けるとかいうのもいいですよね。なんか不思議とそれは収まったりするとか。最終なんかとしては、もう、わざとに思い切って家を出るっていうのもいいんですよね。おーバーンと置いてね、一、はい、週間帰らないってことは、大笑ってするっていうか、はい、
一度ぐらいそれやってもいいかもわかんないですね。あの、まあ、じゃあまずは、この方としてその、まあ、光をやっぱり送る。そうや、1,2,3 の方法で、まあ、走らせるわけにもいかないでしょうし、ご主人。そう、子供の場合、この場合は一般的なあれでね。はい、あの、ね、この人だけじゃなくて、子供とか、はい、うん、あの、それには走らせるのが一番効果ありますね。うん、走る、一緒に走ってもいいと思いますね。うん、子供の場合は。そうですね。うん。そしてまあ、食べ物は少し夫婦で気をつけていってもいいのかなっていうのはちょっと思いましたけど。はい、食べ物をまず変えてみてください。はい。あの、お肉系と油系をやめて、野菜系ほとんどこう、こんなもんと怒られても、怒られてもそれを出してあげるっていうか。特に梅干し系がいいと思うんですね。あ、そうですか。あの、その、クエン酸がとてもいいですね。そうか。まずは食べ物と光あたりをトライしていただければと思います。そうですね。ぜひ、まあね、まだ手紙もらえればいいですね。そうですね。どういう効果があったか。はい。またぜひお便りいただければと思います。さあ、この番組では、ティダさんのようにリスナーの皆様からの質問を募集しております。質問が、終わりの方は、こちらのメールアドレスまで、お送りください。アルファベットすべて小文字で、kitagawa@kiq.jp、北川@kiqtas.jp、もしくは、北川先生の公式ホームページより、質問を寄せください。ということで今日は第32回でした。北川先生ありがとうございました。ありがとうございました。